と接続します。いて指挟んだ。いってマジいて痛い。 OK でこれだけだと。はい、皆さんこんにちは。車の大戦カカカシノピーです。今回はねこちらエンジンオイルを購入したので10アルファードのオイル交換をやっていこうと思います。でまあどうしようかな、そのエンジンオイルの交換方法とあとまあどういうものが必要なのかとその辺も含めてちょっと紹介できたらいいなと思っています。まずねオイルどれを買えばいいのかまあわからない人はこの取扱書、日常点検にも出てきたやつなんだけど、これに一応ね新車時のオイルっていうのが書いてあるんだよね。どこだったかな、結構後ろの方だったと思うんだけども、ここ見えるかな、エンジンの型式が書いてあって指定の油脂っていうのがあります。見たいのはその粘度だね。一番上で言うとトヨタ純正モーターオイルの SL の 5W30、その下が SL5W20、 あと 10W30 って書いてあるので、まあこれをまあ元にまあどのオイルを購入するのかっていうのを決めます。で今回購入したのがカストロール GTX っていうねエンジンオイル、もうちょっと安いから購入したんだけど、まあ、見るポイントとしてはこの辺かな。まず比較性能レベル、これグレードって呼ばれるものなんだけど、ここには SL と書かれています。でこの SL っていうのは API 規格って言って、そのアメリカのね石油連盟が定めている規格になっていて、 SA から ABCD ってきて今回 SL っていうグレードを使っている。まあ、そこまで気にしなくてもいいのかな、まあ、大体もう SL ぐらいのグレードしか売ってないのかな、どうなんだろう、その辺よく分かんないんだけど、まあ、重要になってくるのは粘度、ここね10W-30 って書いてあるんだけど、これはまあオイルの硬さになります。で 10W っていう方が低温時、低温時っていうのはまあ車が動く前のこのオイルの硬さっていうのかな。で高温時、右側30っていうのが高温時の硬さで、数字が大きければ大きいほど粘度が高い、小さければ小さいほど粘度が低い。でまあいろいろねメリットデメリットあるんだけど、最近のエコカーとかだと 0W20 とかが多いのかな、比較的柔らかいエンジンオイルで、柔らかいとそのまあ燃費がいいとか言われています。でその代わりエンジンへの保護性能っていうのがその高粘度に比べて、柔らかいとシャバシャバしてるとね弱い。で逆に高粘度オイル、まあ、ネバネバしてるって言った方がいいのかな、それは車を走らせて、まあ、エンジンが温まってきて高温になってくるとそのオイルも柔らかくなってくるんですよ。で、まあ燃費には弱いけど低粘度オイルより保護性能がある、しっかり保護してくれると高温時のね、まあ、そういった意味合いがあるんだけども、まあそのさっきの取扱説明書を見たり、あと量販店、まあ、オートバックスだったイエローハットの人に、まあ、その自分の車種のオイルを聞けば、まあ、ある程度選べるのかなと僕は思っています。まあ、意味合いだけ、まあ、覚えておけばいいのかなっていう感じで、今回はこの GTX の 10W30 っていうオイルを買ったので、実際にねアルファードのエンジンオイルを抜いてこれに入れ替えたいなと思います。そしたら外にやってきました。で今回ねオイル交換するのに用意したのが、まずエンジンオイル2缶、これ4リッターのが2缶だから8リッターね。まあ理由としては説明書の方にオイルのみの交換の充填量が 4.5 リッターって書いてあったので、まあ、4リッター1缶だとねちょっと足らない可能性があったので2缶用意しました。であとはオイルジョッキ、オイルを入れる時に使います。あとオイル上後、上後ね、これもあった方がいいかな。あとは廃油パック、ポイパックっていうのか、廃油処理箱、これは交換したオイル、もともと入っていたオイルをここに入れて捨てます。あとはウエスクロス雑巾みたいのがあると、まあちょっとこぼれちゃったっていう時に、まあ、ちゃちゃっと拭けるのでいいと思います。あとニトリルグローブ、これはね手が汚れるので着用してます。あとねこれちょっと見えないか、ごめんなさい、これオイルポンプって言って、オイルをまず抜いて入れる作業になるので、その抜く方法っていうのが、まず一つは車の下にね潜ってドレーンボルトを抜いて
出すっていう方法がまず一つで、これだとねすごいジャッキャップしたりとかいろいろめんどくさいことがあるので、今回は上から抜きたいということで、このオイルポンプ、これは使うときに説明します。早速ね抜いてっちゃおう。はい、そしたらこれがエンジンルーム内の映像になります。まずどこから入れてどこから抜くのかっていうのを確認するんだけども、入れる場所はこのエンジンオイルのレベルゲージこれね、こっち ATF だから間違いないようにしてください。エンジンオイルのレベルゲージね、エンジンオイルの交換だから、ここのレベルゲージのこの筒から抜いていきます。じゃあちょっとどれぐらいエンジンオイルまず入っているか確認しよっか。こう一応目安ね、目安として一旦きれいにして再度入れる、6まで入れて抜く。結構入ってるね、マックスぐらいまで入ってます。そしたら一回戻して、今から実際抜いていくんだけど、まず抜く前にこのエンジンオイルを入れる場所ね、このキャップ開くかね確認してください。理由としては抜いてからここが開かない、ここはね結構比較的力を入れやすい場所なので開くとは思うんですが、このねキャップが結構奥まってたり力が入れられなくて、抜いてから開かないってなると本当超めんどくさいので一回確認しておきます。余裕だね、開きます。これはね開きやすいね、セレナとかだとね固く締められてるとねマジで開かないから、とりあえずそしたら抜いてっちゃおっか。ポンプの方セッティングしよう。でこれが今回使う上抜き用のポンプになります。ここにまずこのホースを接続します。でこれだけだと短いので、この先端部分ここに細いホース、これをつなげます。よいしょ。でこの先端がね細くなるので、これをさっきのレベルゲージの中にぶち込んで、あとは自転車の空気入れみたいな感じでこれをこうやってポンプするだけで抜けていくという感じです。じゃあこのホース入れていこっか。そしたらレベルゲージ、これをまず抜きます。よいしょ。でこのレベルゲージは砂とかつかないところに保管しておいてください。で抜き終わったら先ほどのホース、内視鏡のオペみたいだね、ちょっと見えにくいな、ここに入れていきます。もう入るだけ入れていきます、奥突っかかるまで。おっとこれ長さ足りんですか。これ以上いかないじゃん、どうしよう、足りてんの、もう一本接続できるのかな。いやできないな、これマックスだな。いやこの状態でちょっと抜いていきます。どれぐらい抜けんだろう、これで2リッターとかしか抜けなかったら結構最悪ですよ。あとはこの状態で上下にねポンピングしていくだけ。一応ねどれぐらいで抜けるかストップウォッチで測っておきます。よーいスタート。この携帯どうしよう、途中で止まっちゃわないかな、置いとこう、行きます。このままにしとけば勝手に抜けるのかな。徐々に来た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 、ゆっくり抜けてるね。今ここだね、わしくった、ちょっと暖気しとけばよかったな、ちょっとオイル硬いかもしんない。こう10分ぐらい暖気してからやればもっとね抜ける速度速いかも。なーにー、やっちまったな。ちょっと追加でポンピングしてみます。来た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 、まだそこか、もう5分経過したな。もうちょっと先が長そうなので放置します。はい、11分経過しました。で今ここね、でこれメモリついてるんだけど、ここが1リッター、2リッター、3リッター、4リッター多分ね、ここまで抜けると思うんだよね。ここまで行くってなったらあと30分はかかるのかな、どうなんだろう、ちょっとやってみないと分かんないんだけど、今ここ、これねオイルがちょっと冷えてるので、余計ね抜けが悪いっていうのもあります。今のところ、楽ちん、手を汚さずにできてるので楽ちんだね。ちょっともう少し様子見てみます。はい、そしたら途中経過です。30分やって全然ね抜けないとかめちゃくちゃ遅かったので、管これをねちょっと太いのに変えました。そしたらね全然早い、管これね細すぎたね、入るんだったらギリギリのサイズの管を使った方がいい。でさっき長さ足りるかっていう話をしてたんだけど、管ね細すぎて中で多分ねぐるぐる回ってたのか、太い方にしたら長さ的には足りたね。なんや、最初から管交換しときゃよかったって。
このまま放置します。はい、今更なんですがここね順調に抜けております。もう3リッターまで行ったね。1リッターの区間が早い。ハーフトークしてよかった。ほんとそう思う。全然違います。この管の太さっていうのはね適正なやつをしっかり選んだ方がいいと。じゃあまだあと1リッターぐらい多分抜けると思うのでもう少しお待ちください。もうだいぶ抜けました。もう抜けないのかなこれ。もう抜けないかな。でだいたい量で言うと 1,2,3,4 4.2 リッターぐらい抜けてるかな。まあ十分でしょう。こっからはあとどんくらいポンピングするかだね。で時間で言うと48分経過します。これねホース変えてればこの半分で間違いなくいけたね。もっと早めにホースを変えておけばよかったわ。最初はね30分ぐらい本当無駄した。細すぎたホースが。もう抜けないね。はい、今はこんな感じです。もうほぼほぼ抜けたのでこのホースを抜いていきます。こういう雑巾とかを使って抜いてあげると。でこの抜く瞬間ここね垂れないように注意してもらって OK 抜けましたと。でちょっと垂れちゃったのは拭いてあげてください。ごめんなさいよ。でホースを抜いたらレベルゲージを入れて一応ねホコリとかが入らないようにしておきます。あとはオイルを入れていくだけ。そしたらオイルを入れる口ここのキャップを外します。で外れたら上後、今回はエーモンの折りたたみ式の紙のやつね、こういうのがあるのでこれを使おうかそれとももう一つの方を使おうか。あ、これだとちょっと危険だね。浅っ、こんな浅いの。こんなこともあろうかと上後もう一つ用意してきました。いやこれでもどうだろう、口が曲がるやつここにセットしてこれを伸ばしのここに引っ掛ける、これでいいや。でここがまあずれなきゃいいので、でここに少しずつ入れていくと。こういうふうにちょっとね低いと長いホース使わないとねドバドバって入ってね溢れる可能性があるのでこの高さを調節するためにこの上後は使っています。そしたらオイルジョッキーにオイルを入れていきます。よいしょ。まあ、どんくらい入れよっかな。これ満パン入れてもね入れるときが大変なので、どんくらい入った、一旦こんなもんでいっかな。 1,2 リッター、一旦2リッター入れてきます。やばい、取れてる風で全然取れていませんでした、ごめんなさい。今ねどういう状況かっていうと、もうね今4リッター入れちゃったよ。ザッケローニ、なんで取れてないの。すごい慎重にねこう入れてたので、その注意点としてはドバドバいきなり入れちゃうと溢れ出ちゃう可能性があるのでそこは注意してくださいと。まあ、最初の方ゆっくり入れて少しずつ入れて、でまあ大丈夫そうだったらちょっとスピードを速めてもいいけど、調子こくとねもう本当にここからバッて溢れた時もう最悪だから、だからこれは徐々に入れるとっていうのをね説明してたの。何も取れてない。とりあえず4リッター入れ終わりました。で抜けてるのはまあ4リッターちょい抜けてるので、ここで1回ねレベルゲージでどれぐらい入っているか確認していきます。そしたらどれぐらい入っているか確認します。1回きれいに拭いてあげて奥まで入れる、で抜く。大丈夫そうだね。抜いた時ちょっとまあ多いぐらいだったから、このレベルゲージのこの点々わかる、これがだいたいね1リッターの範囲なので、まあ、これを見ながら下の点のところにあったらあと500入れようかみたいな感じで、これは一応目安程度に覚えておいてください。あとこのオイルレベルゲージ測るとき入れてすぐもう速攻測っちゃうとオイルが入りきってない可能性もあるので、まあ、ちょっと置いてから測る、まあ、そっちの方が正しいかな。あとはこの上後を吸出して、このキャップね、これ閉めるの忘れてこのワイパーのこの上の部分とかに置いて走行しちゃうと逆噴射してやばいことになるから、この辺もオイルまみれになるから、このキャップはね必ずね最後忘れないように確認してください。それぐらいかな。 OK っしょ。廃油は
ホイパックに入れて捨てると。組み立て方、ウェーブ蓋を外側に折り曲げる。こういうこと？あれ、わかんないよ。こうか。あ、こういうことね。あ、これで入れやすくなった。で、これをね、ほぐしてあげるといいみたい。で、あとはキャップを開けて、ここに。たねー！思っていた以上に切ったね。で、これ 4.5 リッターまで入るポイパックだから、今回はまあ余裕だね。全体的に染み込ませてあげて。最後はね、これをトジーの結束バンド、これがついているので、結束バンドを使って、おりゃっと、もうこぼれないようにしっかりやって、あとはビニール袋に入れて、地域指定の処分の仕方ね、それに沿って捨ててください。OK! はい、といった感じで動画の方以上になります。で、今回はエンジンオイルの交換をやってみました。で、僕は上からね、オイルを抜いたのは初めてで、まあ普段は下から、まあそのドレーンボルトっていうのを外して、こう抜くんだけど、この上抜き、まあ、すごい楽だった。その汚れずにできるっていうのかな。まあ下潜って、そのドレーンボルトを外した場合は、まあ寝っ転がって汚れる。で、あとドレーンボルト外した時に絶対一発目汚れる。あとまあ定期的にね、パッキンを交換しないと、何回もね、開けたり閉めたりしてると、オイル漏れを起こすみたいなね。結構ねデメリットがあったりするんだけど、この上抜きはまあ非常に楽だったなと。でまあ失敗点はやっぱあのホース管の太さの選択ミスだね。やっぱね一番細いのだったら奥まで入るだろうと思ってどんどこどんどこやってたんだけど、逆にね、まあ、柔らかくて、まあ、入りすぎちゃうんですか、まあ、必要以上に入るっていうこともあるし、あと管が細いと本当に抜けない。びっくりした。もう途中でね諦めようかと思った。管を変えてからはすごい快適。あ、こんな違うのと。3倍4倍速っていうのかな。だからまあ最初からね太めの管でやってれば、まあ、15分とか、まあ、20分ぐらいあれば、まあ、全部抜けたのかなと思います。でまあエンジンオイルね、今回まあ上抜きでやってみたんだけど、まあ、最終的に何が言いたいかっていうと、まあ、定期的にエンジンオイルは交換しましょうと。まあいいオイルを使うっていうよりは定期的にねオイルを交換した方がいい。で今回エンジンオイルの交換だけだったんだけど、2回に1回はねエレメントオイルフィルターの方も交換した方がいいので、まあ、エレメントの交換は、まあ、どこかのタイミングでまた紹介できればいいかなと思います。まあ、とりあえずその本当車にとってねこのオイルってすごい重要なので、これを怠るだけでね本当に車の寿命がね全然変わってくるので、エンジンオイルの方はねしっかり定期的に交換してあげてください。そんな感じかな。まあ、こんな感じで動画の方以上になります。この動画がね面白いなと思った方はぜひチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた来週。